今日のヒーローは今シーズン初登板初勝利、高橋光成投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちいかがですか？まあそうですね、4点取られてしまったんですけど、まあ、野手の方に打っていただいたので本当にありがたいです。はい、今シーズン初登板ということでどのような思いでマウンドに上がったんでしょうか？まあ、そうですね、やっぱり絶対何としても勝ってやるっていう気持ちでマウンド上がりました。そして6回を101球の力投でした。この投球振り返っていかがですか？そうですね、やっぱり無駄なフォアボールだったりデッドボールっていうのがあったので、まあ、次に向けてまた調整していきたいなと思います。そして今日はウィニングボールも手にされていると思うんですが、こちらはどうしますか？特にはないです。まあ、初回から味方の大きな援護もあったんですけれども、まあ、そのあたりも今感謝の言葉もあったんですが、今ライオンズ打線本当につながっていますよね。まあ、そうですね、やっぱりすごい打っていただけるので、まあ、なんとか粘り強く投げたら打っていただけると思って粘り強く投げられました。まあ、今日までいろんな思いがあったと思うんですが、残りのシーズンどのようなシーズンにしたいですか？そうですね、何も前半戦はできてなかったので、まあ、1試合でも多くチームに貢献できるように、はい、やっていきたいと思います。さあ、チームはこのカード勝ち越しを決めました。高橋投手のこれからの活躍に期待しているファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、結果をこれからどんどん出せるように頑張りますので、まあ、ぜひ球場に足を運んでいただいて応援しに来てください。お願いします。おめでとうございました。今日のヒーローは高橋投手でした。今シーズン初登板、初先発、そして初勝利となった高橋光成投手です。